双葉町情報 FM いわき発。この番組は双葉町の皆さんへ情報やメッセージをお届けする番組です。双葉町役場からの最新の情報はもちろん、双葉町民からのメッセージなどお役立ち情報とともに、双葉の今の声をお届けします。双葉郡双葉町、双葉町民の皆さんへ様々な情報を発信している双葉町情報 FM いわき発。まずは双葉町役場からの情報です。はじめに国民年金機構からのお知らせです。国民年金保険料は所得税および住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。控除の対象となるのは令和元年12月31日までの納付見込み分を含む平成31年1月1日から令和元年9月30日まで納められた保険料となります。過去の年度分や追納された保険料も含まれます。またご自身の保険料だけでなく、ご家族の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合、その保険料も合わせて控除が受けられます。11月上旬に日本年金機構から社会保険料、国民年金保険料控除証明書を送付しますので、年末調整や確定申告の際に必ずこの証明書または領収書を添付してください。税法上とても有利な国民年金は、老後はもちろん不慮の事故など万一の時にも心強い味方となる制度です。保険料は納め忘れのないよう納めましょう。この件についてのお問い合わせは年金加入者ダイヤル、電話番号 0570-003-004 0570-003-004 までお願いいたします。受付期間や時間については双葉町公式ホームページをご覧ください。おしまいに、健康福祉課からインフルエンザ予防接種についてお知らせします。令和元年度小児インフルエンザ予防接種費用の助成についてです。双葉町に住民票がある生後6ヶ月から中学3年生の方に対して、インフルエンザ予防接種費用を助成します。令和元年10月15日から令和2年1月31日までに接種したものが助成の対象となります。助成回数は生後6ヶ月から13歳未満が2回、13歳以上中学3年生までが1回です。1回の助成額は2000円になり、差額分は自己負担となります。なお、インフルエンザ予防接種は受けなければいけないという法律上の義務はありません。ご希望の際は医師と相談の上実施してください。要件や接種方法、申請方法などの詳しい情報は双葉町公式ホームページをご覧ください。助成申請書は双葉町公式ホームページからダウンロードすることもできます。この件についてのお問い合わせは健康福祉課までお願いします。電話番号は 0246-84-5205 0246-84-5205 番です。以上、この時間は双葉町役場からの最新の情報をお伝えしました。
続いて今週は双葉町役場秘書広報課森谷信夫さんにお話を伺いました。それでは今日のこの時間は秘書広報課、森谷信夫さんにお話を伺います。森谷さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は千段ちゃん体操についてお話を伺いたいと思っております。はい、よろしくお願いいたします。森谷さん、今はどこにいらっしゃるんですか？実はですね、私、はい、今日はですね、役場にいないんですよ。役場にいない。どちらだと思いますか、ベティさん？どこか出かけてるんですね。じゃあね。そうなんですよ。いわきから車だと何分ぐらい先ですか？ですね、高速使って大体1時間半といったところでしょうか。あ、じゃあわかりました。双葉町ですね。正解です、ベティさん。大正解じゃないですか。もう今双葉町の町内にいらっしゃるということですか？そうですね、まさに今町内にいますね。はい。何か見えるものはありますか？聞いていただきまして、ベティさん、ありがとうございます。今ですね、はい、私の目の前、新しい JR 双葉駅があるんです。はい、双葉駅が見える位置に今いらっしゃるんですね。いるんですよ、私今。そうなんです。あ、新しいということでは、もうピッカピカの駅が見えるってことですか？そうですね。今回の台風19号にも、今回の大雨にも負けずに工事が着々と進んでる、はいはい、今作ってる最中の JR 双葉駅ですね。はい、早く完成しないかなと思ってます。いや、私も本当同じ気持ちですね。頑張って、完成待ち遠しいです。そうですね、はい、もう今すぐそこに行きたい気分でいっぱいですけれども。でもね、なんかラジオでこうつながってるということで、双葉町情報 FM いわき初、はい、この番組では初の双葉町内からの放送になりますよね。おー、いいですね。機動力がある番組になってきました ね。素晴らしいですね。いいですね。はい、では本題に戻りたいと思います。はい、今日はですね、千段ちゃん体操について PR をしてもらいたいと思います。はい、よろしくお願いします、はい、じゃあ体操してもらってもいいですか？はい、ですね、まずちょっと椅子に座っていただいた上で椅子に座って、ちょっと動いてぶつからないスペースぐらい拾っていただいてよろしいでしょうか？はい、そんなところに私座ってますね。大丈夫です。そうですか、はい、でそのまずですね、首をちょっとこう伸ばしていきたいと思いますね。首を伸ばして、ま、首を前に、はい、前に、前十分倒していただいてください。前の方に、そして十分伸びたら、今度は首を起こして後ろに伸ばしていっていきましょう。後ろに伸ばします。気持ちはい、どうですか、こんな感じです。ここぐらいまでこうですね、首伸ばしていただくとだいぶなかなかあれですね、はい、ラジオだとちょっと見えにくいかもしれないですね。そうですね、ラジオだとちょっと伝わりづらかったですね。大変失礼いたしました。このそもそもの話ですけれども、はい、森谷さん、千段ちゃん体操ってどういう体操なんですか？もともとですね、うん、タブレットをご利用していただいた方の中で、はい、どうしても画面を見ていると、うん、肩こるんだよねとか首がねっていうお話いただいておりまして、はい、なんとかこういった部分解消できないかなっていう部分がありまして。確かにスマホでもそうですしね。そうです、パソコンでもそうですしね。そうですね、そうですよね、はい、確かに肩こるんですよ、はい、それを解消しようって考えたわけですか？そうです。私ども、町役場にいます、保健師さんなんかのご協力も得まして、はいはいはい、なんとかなりませんかっていう相談に行ったところ、うんうん、こういった体操あるよっていうのをベースに、今回の生まれたのがこの千段ちゃん体操なんですね。あ、これは生まれたてなんですね。そうです、実はこれ体育の日に合わせて公開させていただきました。そうなんですか。歴史ある千段ちゃん体操ではなく、歴史をこれから刻んでいくんですね。そうなんです、これから作るんです。体育の日ってついこの間ですよね。そうです、体育の日までにはなんとか作らないとなって。素晴らしい、ね、頑張りましたね。頑張りました、ありがとうございます、千段ちゃん体操は、じゃあ今ちょっとラジオではね、はい、右向いてとかっていうのはちょっと分かりにくかったですけど、動画で見られる方法とかっていうのはあるんですか？はい、ですね、うん、もしパソコンをお持ちの方であれば、はい、動画配信サイトの YouTube、はい、こちらの方で、検索窓の方に千段ちゃん体操というふうに入れていただいて検索をお願いいたします。そんな簡単なんですね。はい、それで見られるわけですか？はい。他には方法ありますか？もしですね、うん、町配布のタブレットをお持ちの方であれば、はい、双葉アプリ、うん、
この中にあります双葉チャンネル、はい、そしてその双葉チャンネルの中にあります千段ちゃん体操というボタンがありますので、うん、こちらの方を押していただけますと、うん、千段ちゃん体操を実際に動画で見ていただくことができます。あの双葉町の方はねタブレット持ってらっしゃる方多くいらっしゃいますので、はい、その方が簡単かもしれないですね。そうですね、うん、ぜひ一度見ていただければと思います。でこの放送をお聞きの双葉町のタブレットをお持ちでない方は YouTube のチャンネルでご覧いただければと、はい、いうことですよ ね、はい、みんなで健康になりましょう。ぜひお願いいたします。その千段ちゃん体操って何分ぐらいあるんですか？実際には、ね、3分ですね。あ、3分で、はい、じゃあカップラーメンお湯入れてからやっても大丈夫なんですね。そうですね、十分間に合う体操ですね。多分美味しく食べれるかと思います。え、森谷さんはやってみて感想いかがですか？やっぱりですね、あの簡単な動きではあるんですけども、うん、やはりどうしても仕事中とか猫背になるので、うん、それがあの解消されている感じがするので、うん、あの肉体的にも楽になりますし、どうしても気持ちもリフレッシュするので、はい、なかなかあの自分で言うのもなんですけど、これいいんじゃないかな、いいんじゃないかなと思いますね。でもあのお仕事の合間とかね、家事の合間とかに3分ですからね、はい、すぐできる体操ですもんね。そうですね、うん、座ってもできるんですもんね。そうです、あの座ってあのなるべくあのハードにならないことを心がけました。はいはい、難しくてできないっていうのが一番良くないと思いましたので、うん、簡単に簡単にっていう部分を保健師さんとこうだいぶ相談して作りました。はい、じゃあ私も後でやってみたいと思います。ありがとうございます、よろしくお願いいたします。はい、今日は千段ちゃん体操について PR していただきました。皆さんもぜひあの YouTube の方でね見ていただければと思います。これ千段ちゃん体操ってひらがなですか？ひらがなでお願いいたします。わかりました。はい、千段ちゃんまでひらがなで、はい、体操は漢字でいいですか？お願いいたします。わかりました。それで皆さん検索してみてください。はい、今日は森谷信夫さんにお話を伺いました。森谷さん、あの双葉町内でのお仕事頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。双葉町情報 FM いわき発、この番組は双葉町民の皆さんへ双葉町の情報を FM いわきからお届けしました。